はい、久保さん、こんにちは。譜面ユーチューバー r タカです。さあ、第254話ですね、第254話あ。前回は、久保さんのお宅ですね、久保さんのお家のコレクションをいろいろ見せていただいたのかなとは思うんですけれども、その中でこちらでしたよね。 えー、YouTube で生計を久保さんは立てていますと、だからその様々な切り口を持って YouTube にアプローチするという挑戦をしているということで、挑戦というね、えー、タイトル2本立てで送っていただいたんじゃないかなと思うんですけども、こんな感じですね、こんな感じで。あの、古い30代、これ、この漫画自分知らない、知らないですね、本当に。わかんない、わかんない、その東京番長は。ただ、自分のごっ 10個上か。10個上にはこれはすごく響くっていう内容なんですよね。まあ、ロスジェネ世代に響く。自分は最後のロスジェネ世代になんですね。よく調べてみると。 四十、1982年ぐらい、84年ぐらいって書いてたんで、あめ82年生まれなんで、ああ、なるほど、少しは、少しは、引っかかるところがあるかなということで、<れ>もうロズジェネ世代に響く YouTuber として、発信をしているというのが久保さんのスタイルです。なので、まあ、漫画なら漫画だったり、CD なら CD とか、当時の思い出を全部切り取って、それぞれのコーナーにしてるのが、この隠居 TV の構成になってるんだよっていうことを、こう書籍の棚、書籍、書籍って言うんですかね、その、 いいところを見動画が視聴者さんは、まあ、隠居 TV のね、隠居 TV の視聴者さんは40代、後半から50代、中盤が圧倒的に多いと、私と共感するそんな世代ばかりいいですよと、そういうような発信をしているっていうところを言ってましたよね。そして挑戦っていうところでは、どんな切り口で挑戦するのかと、どんな効果が出るのに、例えば3ヶ月間かかるとして、その挑戦として検証していきますと。 今やってる路線を伸ばしていくのか、あそして、それでも伸びなかったら諦めていくのか、あれ、そしてそのところをアレンジしていくのか、もうテストマーケティングの繰り返しをずっとやってるんだよっていうお話をしていただきました。あそれで、ここですよね、ここ、ドーンともうバーンと言っていただいたんですけど、多くの人はお金の問題を解決したいと。でもこれに尽きる、まあもちろんね、お金以外にも仕事の問題だったり、恋愛関係だったり、 健康の問題だったりあると思うんですけどまずはこのお金の問題はまあ必ずなくならないと。 そういうところで今は気になる男シリーズでやってるね、えー、覆面、覆面 YouTuber っていう感じで打ち出してるところっていうところを、まあ、顔を出すか出さないかをマーケットで限定しもうと狭めてしまうんじゃないのっていうお話をね、していただいたんじゃないかなと。これは違う動画でもちょっといてい言っていただいたんじゃないかなというところで、まあ、その覆面、覆面 YouTuber っていうね、覆面 YouTuber っていうだけに、 特化しちゃうと、まあ、どうしてもこの顔出さな YouTube のチャンネルはこんな例がありますよ、みたいなこと。で、まあ言って、じゃあチャレンジやってみればどうですかって言って、そこで頭打ちになりませんかねみたいなね。自分も確かにそうだなと思ってて、そこからどう発展させればいいかっていうところはさすがに悩んでたっていうところはあって、どうしたもんだろうなっていうところを考えたところに、まあそういうところお、お金の問題っていうところの切り口でやっていけばいいんじゃないのっていうね。 いうところをズバーンと言っていただいたいんで、ああ、なるほどなということで、自分もね、ちょっと少し変えていこうかなと思うんで、こお金の悩み解決サポートチャンネルみたいな感じでね、ちょっと変えていこうかなと思うんですね。まあ、ちょっと今は、ね、チャンネル、まあ、ここ上にもね、上の方のお金の悩み解決サポート YouTuber みたいな感じにちょっとしてみたんですけど、まあ、いろいろちょっと変化していこうかなと思っていて、なんかチャンネル名は最近なんか 規約が変わって、なんか14日間に2回以上帰れないらしくて、なんか変えようとしたらもうダメですって出ちゃって、まあ正確には9日後ぐらいにね、お金の悩み解決サポートチャンネルに変えようかなと思うんですけど、で、今その朝ライブとかいうところでもお金の中心の話題を取り込みながらちょっとやってるんですよね。まあそういうところも含めて、ちょっとお金に寄せながらちょっとやっていこうかと、まあお金の悩みについて、えー、そしてね、その中で、まあ解決の手段として一つは YouTube がありますよみたいな感じの流れにしていくとまた変わって っていくんじゃないかなとは思ったりもしていきますんでね。 YouTube を始めることによってね、お金の問題解決できませんかねみたいなね、いう流れのちょっと話の展開に持っていったりもできたりするんじゃないかなと思ったりして、ちょっといろいろ今からあー、発信内容とかもね、少し、覆面、覆面 YouTuber っていう形でね、やってたんですけど、ちょっとまあ、当然顔を出す、出,す出さないは正直、まあ、どっちでも正直いいかなとは思ってたんで、自分は、まあ、事情、人の事情によって顔を出す出さないってあるとは思いますんで、まあ、だからこの覆面 y YouTuber 別に高じゃなくても別に言っちゃいいんで、はい、そういうところもね、なんか、いいネーミングが 特にあればあれればなんですけど、まあ、単純に覆面 YouTuber っていう感じでね、塾、えー、を開いたんで、覆面 YouTuber たか,かってつけただけなんであ、なんかね、いいのがあれば、あなんかね思い、以上思いつかなかったんで、うん、んこうやって今、いろいろね、いろいろ変化していくことで、やっぱテストマーケティングっていうことも言われてたんで、いろいろ変化していくことによって、そして、ね、テストしてみて、あ当たるはずる、あ当たるはずっていうかね、えー、感覚をつかんでいいのかな、いけばいいのかなというところを考えました。ということで、えー、前回、いろいろね、えー 自分の、あ、くぼさんのお部屋を見せていただきながらね、いろいろと考察していただいてありがとうございました。まず自分もね、それをちょっと受けていろいろ変化していこうかなと思います。ということで、気になる男第250はこんな感じで終わっていきます。久保さん、ありがとうございました。